ドン・アダムスとバーバラ・フェルドン、ソレイケ・スマートは、アメリカ合衆国の NBC 系で1965年から1969年まで、CBS 系で1969年から1970年まで、放映された30分のテレビドラマシリーズ、スパイモノをパロディにした、シチュエーションコメディ。メル・ブルックス、バック・ヘンリーが原案及び脚本を担当。 日本では1966年にネットテレビの危機一発シリーズでハニーにお任せと共に放送、その後1968年から1969年まで東京12チャンネルの毎週火曜21時21時30分で放映された。アメリカの秘密情報機関コントロールのドジで間抜けなスパイエージェント86ことマクスウェルスマートが 相棒のエージェント99と共に靴底の無線電話などといった変なスパイ道具を使いながら世界征服を企む秘密結社ケイオスと戦う。主演俳優ドン・アダムスは2005年9月25日にロサンゼルスで骨のリンパ腫に肺炎を併発し死去した。ありがとうございます。